こんにちは、ライムです。語ってもよろしいですかな？はい、ということで今回はハッピーセレクションの解説動画なんですけど、皆さん知ってますか？これはね、もう全ユーザー買うべきぶっ壊れ必殺技がついにラインナップされたということで、まあ、この動画撮っております。で、視聴者の方々からもですね、まあ、いろんな方から、まあ、ハッピーセレクションの、まあ、おすすめとかあれば教えてくださいみたいなこともあったので、まあ、これを機にね、撮りたいと思います。はい。で、以前ですね、僕の動画で高難度で使える補助キャラ、かっこバッファー比較動画みたいなものも、まあ、アップしたこともありましたし、あとその他ですね、僕の様々な、動画、解説動画だったり、普通の使ってみた動画とかでもね、使ったというか、熱弁したことがあったんですけど、FFRK には持っているかどうかで難易度がね、まあ、そのまま変わってくるような覚醒がいくつかあるんですよ。で、まあ、主なね、ものを挙げていくと、っていうか、今回のハッピーセレクションに追加されたもので言うと、モグの、第一覚醒、まあこれ、そうだね、第一覚醒、風のラプソディと、あと第二覚醒、みんなでダンシング、あと、ケット氏、覚醒痛快ジャックポット、それからですね、以前からまあちょっとあったんだけど、今回の、追加で、各シリーズのフルバフが全部揃ったのかな ?18 シリーズ。すべて揃ったような形になるので、まあ、今回改めて紹介ということになるんですが、はい。で、こちらの、まあ、フルバフについてなんですけど、モグのね、第二覚醒のみんなでダンシングで、カバーできるところも、まあ、難易度が低いところね、難易度680以下だったら、まあ、モグのね、みんなでダンシングで全部いけるんだけど、ちょっと、クリダンの古希難易度730、ぐらいになってくると、さすがにきつくなってくる。モグ入れると、まあ、火ダメが強かったりとかね。まあ、あと、よだめが下がってしまったりとか、そういったこともあるんで、まあ、一部のクリダンはね、別としてね、エイトのなんだっけ、あいつ、まあ、エイトのクリダンとか、名前出てこないけど、エイトのクリダンとかね、逆に、セーファスフィロスとかね、セブンの、あれ、モグ入れて攻略とかね、ライムって男が前にやって攻略動画もアップしましたけど、まあ見ての通りですよ。バレットでフルバフするよりも、モグ入れて、みんなでダンシングする方がむしろ難易度が高くなっちゃってるっていうね。それだって本末転倒なので、やはり、まあクリダンぐらいに挑む人であれば、モグは、まあ当然ね、他の場面でも使えるからいいとして、それとプラスですね、各シリーズのフルバフキャラも揃えていった方がいいのではないかと。いうところになってきます。はい。で、今ね、ここに書いてあるような、まあ、ぶっ壊れ覚醒についてはですね、初心者の方も簡単に使えて、なおかつ、ハイスコアチャレンジね、トップ10とかに入ってるような方でも、当たり前に使ってるようなコアぶっ壊れ技になっているので、うん。で、今回、改めてなんでこんな動画出してるかっていうと、今までこれ、ハッピーセレクションには入ってなかったんだよね。意図的にね。絶対、このラインナップの期間的には絶対入ってもおかしくないのに、これらのですね、バッファーの覚醒は意図的に除外されていたっていうことが、経緯があったので、まあ、今回それがついに念願のラインナップということで、まあ、改めてご紹介ですよということ。で、今回ね、ハッピーセレクションについては、これジェムのみなんですけど、なんと700ジェムで、これ、回せるんだよね、一発。なのでドリセレと比較するととてつもなく格安で回せるんですよ。4分の1ぐらいの値段、1回、まあ今までであれば、例えばね、ケットシーの覚醒手に入れたい、確実に手に入れるとしたら、召喚スタンプとか、いっぱいミスリル貯めて召喚スタンプ引くか、あるいはドリセレのね、3000円課金して買うかみたいな、形だったんですが、今回700円でこれが買えてしまう。で、今までのドリセル1個分って考えたら4つ買えちゃうわけだよね。このモグの覚醒1と覚醒2、それからケットシーの覚醒、それから誰かのフルバフ覚醒買って、その4つ買ってようやくドリセル1個分の値段だからね。めちゃめちゃ大特価ですよ。これでもうシリーズダンジョンとか、魔法有効ダンジョンに勝てない時代はもう終わりなんじゃないかなって。もう無課金やめて、お小遣い少し出すだけでもう快適な FFRK ライフが待ってるぜということです。これは間違いなく言えるね。これは間違いなく言える。
ただしね、まあ、よく使われているような、まあ、僕の動画とかでもよく使ってるあのクイナのシンクロについてはね、あれはシンクロなので、まあ、ドリームセレクションドリセルで買ってねっていう感じになってしまうんですが、まあ、それでもモグとケットシーその他フルバフが手に入るだけでも難易度マジで変わるから、今まで一度もねあのシリーズダンジョンでフルバフ上書きしたことがないよって人、まあ、いるかどうか分かんないけど、仮にいるんだとすれば使ってみてほしいなと思う。騙されたと思って使ってみてほしいなと思う。世界変わるからマジで。結構ね、まあ、今までいろんな各種動画で進めてきてですね、ライムさんがおすすめしてたモグの第二覚醒買いました、使ってみたら今まで勝てなかったシリーズダンジョン一気に勝てるようになりましたとかねっていうコメントもいただいたり実際してます。なんか怪しい商法みたいな宣伝文句になってるけど、これマジだからね、これマジな話ね。絶務とかね、波竜とか勝てるようになりましたっていう話も来たりしますのでね。で実際僕が今まで出してきた攻略動画でもこれら使ってるので、ちょっと疑わしいなっていう方は僕の過去の攻略動画見てほしいなと思う。全然使ってるから、はい。まあどれぐらいの強さかというのは、まあ、僕の動画見るか、まあ、あるいは皆さんが実際この700円出して買ってみるかでというところで見極めてほしいなと思う。でまあ言うなればこの動画こんだけなんだけど、たださすがにここで終わるのもまだ6分しか経っていないので、まあ、僕の動画ならもうちょっといつも長いので、もっとちょっとお話しするね。他のじゃあおすすめ覚醒って何なのって話、今までこのさっき言ったねモグとかケットシーとかフルバフ覚醒以外でおすすめあるのっていう話になってくるんだけど、ちょっとその辺の話しようかなと思います。はい。で覚醒の選ぶべき覚醒の大前提というところなんですけど、もちろんのことを最新の高難度のね難易度700とか難易度730挑む際に覚醒1個だけで勝てますかって言われたら勝てるわけないですって僕は言うと思うんですよね。間違いなくね、さすがにそこまで甘くないよ。700円で730今の最高難度ね、勝てるほどこのゲーム甘くないぜっていうことになってくるので、もちろん覚醒の他に各種必殺技を所持しているということが前提になってきます。でこの今回のハッピーセレクションで選ぶ装備にしてもですね、もちろんアニマレンズで交換できない装備、あるいは召喚スタンプで交換できない装備を選ぶことが前提になってきます。なので、まず選ぶときはですね、アニマレンズ、記憶の研究所、それから召喚スタンプも全て確認しながら、このハッピーセレクションの、ラインナップと照らし合わせていくといいと思います。はい。で、一応、一番ラインナップとしては新しいというか、一番最新まで入ってんのが召喚スタンプになって、次がハッピーセレクション、その次が記憶の研究所ということになってくるので、はい。その辺はお間違いなく。そして、実際に選ぶべき覚醒というところでお話ししていくとですね、おすすめで言うとやっぱり各シリーズのヒーラーになってきます。これはなんでかっていうと、やっぱりシリーズダンジョンを挑む際にはですね、各シリーズのヒーラーって基本的には必須中の必須なんですよ。まあ、例えばこういうセーラーの覚醒とかね、まあ仮にゲットして、まああるいはもう一つね、超絶、そして星6戦技だね、プロシェルヘイストの星6戦技さえあれば、一番難易度の高い古希のね難易度700とか難易度730も勝てます。回復のタイミングさえ間違えなければ。ただ、他にですね、覚醒の他にもう元々 D 覚醒とかシンクロ究極神技、その辺の必殺は持ってますっていう方がいれば除外になってきます。例えば、3でエリアのねもうD 覚醒持ってますみたいな人だったら、まあ、エリア取る必要がなくなってくるしね、まあ、そういった感じで、まあ、選んでいけばいいかなと思います。であと次にですね、自分がよく使ってるアタッカーですね、まあ、これ当然のことだと思うんですけど、例えば、まあ、誰でもいいんだけど、まあヤンにしとくか。なんとなく全く、自分の今までの FFRK のプレイ期間中にヤン全く使ってこなかったと。なおかつヤンの装備も何も持ってないけど、ライムがヤンとアーシュラめちゃくちゃ強いよっていつも言ってるから、ヤンの覚醒取ろうかなって思ってますって
仮にねコメントできたら僕はやめましょうって言うと思うんだよね。まあそれさっき言った理由なんですけど、やっぱり他に必殺技を持ってるキャラがどう考えても優先されるので、仮にここでヤン取ってもいいんだけど、じゃあ他にヤンの必殺技 D 角なりシンクロをドリームセレクションで取ろうねっていう話になってくるわけ。まああるいは召喚スタンプとかそういったところで取ってねってことになってくるわけ。なので、やっぱりまあここで取ってもいいけど他の必殺技込みで考えてねっていうことになってきます。はい。であるいは、例えば、D 覚醒と新容疑しか持ってないキャラがいたとする、皆さんの手持ちの中で、まあこのカインでもいいわ、カインの新容疑と D 覚醒しか持ってないんですって人だったら、ここでね、まあ、覚醒を取ってあげるとまあ非常に、まあ、使いやすくなるんじゃないかなみたいな、ところもあったりいたしますので、その辺もね皆さんよく考えて、選んでいくといいんじゃないかなと思います。基本的にはまあなんかの動画でも言ったけど、 あれか最低限持っておくべき必殺技っていう動画かで解説動画でも言ったんだけど、今の現状の高難度で言うと少なくとも3段階ぐらいはまとえる必殺技がないと厳しいですね。なので新奥義で1段階、 D 角で1段階、覚醒で1段階、まあ、プラスアルファアニマレンズで今だったらもうあの星6戦技でね属性まとえができるんで、まあ、そういったものを持ってればまあ十分かなみたいなところがあったりするから、さすがに新奥義と D 角しか持ってないみたいな状態だと2段階まといだと結構不安なので、せめて、もう一つぐらい必殺技欲しいかなみたいな、そんな感覚でいいと思いますね。はい。であと、実際の中身の覚醒の性能の話になってくるとですね、まあおすすめしたいもので言ったらあれだね、属性ダンジョンだったらまあそれこそさっき言ったクイーナとかね、まあ、他のバッファーでこと足りるんですけど、あのシリーズダンジョンとかあるいは最近出てるジョブダンジョンみたいなところだとちょっとバッファーが不足しがちになるんで、アタッカーがバフをしないといけない場面って結構あるんだよね。で逆にアタッカーがバフしてくれると非常に助かる、難易度がだいぶ変わってくるかなってものがいくつかあって、そのうちの一つがクリバフなんですよね。物理パだったらだいたいクリバフってすごく重要になってくるんですけど、例えばね、今週末に FF10 のねクリダンが実装されるわけですけど、そこで使える覚醒があります。それがワッカのこれラストブリッツ、味方全体のクリティカル時のダメージ一定時間アップってものがあります。でもなおかつこれ10シリーズの製造人数に応じて防御魔法精神デバフとかね、こういったものも発動してくれるから、属性ダンジョンでも使える、エデンとかでもね大活躍することができたりするんで、これ持ってない方は相当おすすめ度高いですね。まあ、ティーダの相方とか、そういったことになってくるから、しかも FF10 のキャラで言うと、だいたい FF10 のメンバーそれば自然と水属性パーティーも作れたりするので、非常に、まあ、無課金の方でも初心者の方でも、まあ、ガチ勢の方でもね、おすすめできる強い覚醒かなと思います。はい。で、あと、まあ、輪っか以外にもね、アーバインとか、まあそういったキャラも繰りだめアップ持っているキャラいたりするんで、やっぱりそういったキャラはね、物理の、種別のね、ジョブダンジョンにおいて非常に活躍できるので、まあおすすめ度は高いぞということ。で、それからですね、まあ先ほどちらっともう輪っかのところで防衛魔法精神デバフの話をしてしまいましたが、あと、ガイとかフランの覚醒でも防衛魔法精神デバフがくっついてくるので、これもねやっぱ属性ダンジョン特に、高難度のエデンとかに関しては健康一滴ね防御魔法精神バフを2回やってきたりとかっていう場面があったりするので、まあバッファークイーナとかも持ってるしサッズとかも持ってるんだけど、アタッカーで持ってると非常にやっぱ便利だよねというところで、まあガイ自身も強いからね、そもそもスペックが千夜日で地属性デバフができたりするし、天命文句でもね、大活躍っていう形になるんで、まあこれガイはまあ、間違いなく持ってて損はないだろうなというところ。あとフランとかね、フランについても多分来月かな、来月の、まあ、新しいドゥームズデイの氷弱点の時におそらくフランの、まあ、必殺だともう活躍できそうだなっていうこともあったりするんで、まあ、先を見据えるとね、そういったことも考えていくといいんじゃないかなと思います。はい。であとバッファーの話になってくるんですが、さっきねモグとかケットシーとかとフルバフできるキャラの話をしましたが、まあその他にも一応やっぱバッファーっていたりするんですよね。まあギルバートもいたりするんですが、まあ今そんなにギルバートとかオーランの
優先度低めな感じがするんで、まあ、あえてここではお話ししませんが、まあもちろんね、ギルバートとかオーラン欲しいなと思ってた方は全然取っちゃっても全然いいと思う。各シリーズで使えるからね、取っちゃってもいいと思うんですが、一応その中でもですね、サッズの覚醒、僕の奮闘ブルース、これが待機時間なしで味方全体3ターン待機短縮、一定時間物理攻撃のダメージアップ中、これがね、強い。なかなか、一定時間物理攻撃ダメージアップ中できるキャラいないんですよね。最近でこそなんかレインのね D 角のモード2で追加されたりとかそういったことはあったりするんだけど、まあやっぱりこのバフに特化したキャラでいうとサッズが気功しアビでデバフもしつつで、なおかつこちらの覚醒で物理攻撃のダメージアップ中もできつつで、なおかつもう一つの覚醒の方、こっちだね、こっちがフルバフついてる覚醒なんだけど、そうそうそう、なんで、まあ、サッズのこれ持っておくと非常に便利。ただ、物理パでサッズ使うのであれば、やっぱ究極審議も欲しいかなって思う。究極審議に味方全体のクリ率アップがついているので、うん、サッズと、ミンフィリア組み合わせてあげると、まあクイナを使わなくてもよくなる。むしろクイナ以上に火力が出せるようになったりする場面もあったりするので、まあまあ、究極主義前提ではあるもののですね、持っている方だったら、まあ、これ取ってもいいんじゃないかなと思います。はい。で、あと、最後になりますけど、ミンフィリアだね。まあ、これは、僕も以前ね、結構無茶して、ミンフィリアの究極主義取った、動画もあったと思うんですが、これはね、まあ、一応第一覚醒しか入ってないんだけどね。第二覚醒重要なんですけど、第二覚醒の方はね、まあ、ドリームセレクション等で取っていただいて、で、またこちらも究極主義前提になってしまうんですが、まあ、サブウェポンとして使える場面もあったりするよということだね。自動回復とプロシェルヘイスト、それから、アビゲージ、必殺ゲージが多く溜まるっていう効果がついてきて、なおかつ待機時間短縮、これが結構でかいね、待機時間短縮がね。できるということで、まあ、ミンフィリア使う場面だと結構便利な場面もあるよと、そんな感じです。はい。まあ、とりあえずおすすめで言うというこんな感じになってくるんだけど、さすがにアタッカー別のおすすめはしないので、さっき言った通り本当に自分が使ってないアタッカーのこと、仮にね僕がおすすめしたとして覚醒だけで戦えるゲームじゃないので、結局皆さんの手持ち次第になってくるわけですよ。全然僕が例えば、まあ誰かのね、まあさっきと同じの話の繰り返しになるからやめとくか。ヤンの下りと同じになるからやめとくけど、まあそういうことなので、あとは皆さんの手持ちの中でですね、そういえば、あれが欲しかったのと、D 角と新容疑しかなかったからここで覚醒取っておこうかなとか、そういう発想になればいいわけです。あるいはこの防御魔法精神デバフ、そういえばこの属性足んなかったから取っておこうとか、そういったことでいいと思います。はい。まあ、とりあえず覚醒はですね、まああって困ることは全くないので、うん。まあとにかくあればあるだけ、また新しい戦略とか戦術が生まれたりするというものなので、まあドリセレで買うより圧倒的に安上がりで済みますので、おすすめ度は相当高いです。はい。まあそんな感じかな。これで僕にコメントくれた人の要求事項に答えられたかどうかは分かりませんけど、はい、僕もね、まあいくつか欲しいものがあるんでここで買っておこうかなと思います。といったところで今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。